二箇所で支えているまあこういう感触これは人差し指でも中指二本でも三本でも小指ではないですね小指とここ近すぎて力が弱いんでジャグル TV 始まるよこんにちはチャーリーです今回のレッスンはどうしてもインパクトでフリップをしてしまうダフって球が右に行きます ダフって右に行くので今度は突っ込みながら上から打つこの手首がフリップしてしまう人はいろんなミスをしているのですがフリップをさせないお家でできる簡単なドリル紹介していきたいと思います右手でクラブを持ちますこのまま手首だけ右に起こしますこの時手のひらフェースは下に向く感じですそしてここで手の腹 ここと指、この2点で手この弦で引っ掛けます。手首を起こし、そしてクラブを握るのではなく、引っ掛ける。これを下に向いて引きます。手のひらが下に向いていれば、手の腹で押さえて指の先で引っ掛ける。 今クラブを握っているのではなくて、手の腹と人足指中指薬指ぐらいの三本で。引っ掛けています。まずこの形を作ってみてください。この時、手のひらを上に向けるとできなくなります。しっかり手のひら下。ね、こ体の遠くでもいいんですけど、まあ近くで手首だけ起こして。このヘッドの重みをこの二点で。この二点で。 この3本とこの2箇所をしっかりこう持ち上げてみてくださいそしてこの時クラブの重さがしっかりこの2箇所にかかって特にこの手ののひらの付け根に重さがしっかり感じますこの重さを感じているまま体を回転させてここまでこの時 ここで感じた重さがそのままずっと同じテンションがかかっているように意識しますこれはギュッと握ったものを固めているのではなくあくまでこの手の腹と指先に引っかかっている感触この重さ今は重力で下にかかっていますが回転していくと遠心力でヘッドが前に出ようとしますこの時の同じようにこういう力しっかり手の腹で受けて指で引っ掛けて で特にフォローに来た時もヘッドが前に行こうとしますそれを活かせないようにしっかり指で引っ掛けるずーっと同じ重さを感じたままあれ今親指も離してますし手の付け根指先引いて下ろす時もずっと同じ感触がしていますまあ、これは以前にアプローチで打った後にグリップエンドを空に向けてくださいという話しました ただ形だけではなくこの重さを感じてこのテンションが変わらないやられたことがない方はここで手首が折れてそして手の腹からこう圧力が抜けますこうなった時はもうこちら側には何の力もかかってません多くの方が弾を捕まえたり弾を飛ばすために当たる時に フリップをしていますこのフリップをするのは一見フェースが閉じてきてヘッドが走って飛びそうですがフリップの動きはフェースがオープンになる動きと同じです。ゴルフでクローズというのはこっちがクローズこっちがオープンこの場でシャフトの位置を変えずに閉じると手の形が配掘します。そして 開くと右手の平は焼屈しますなので当たる瞬間にフリップするしているということはこれはフェースを開いているということになりますフェースが開くとハンドファーストになった時に右に飛んでしまうのでしっかりハンドファーストというのはフェースが閉じてなければいけませんこの閉じるという動きが今お話ししているこの動き クラブを引っ掛けてこの動きがフェースを閉じる動きと共通した動きになっているのでしっかりこの2点でこの圧力を感じたまま打つことができればフェースが無駄に開くことがなく体を開いてハンドファーストにしてもフェースが開きません。ここでフフリッップししている人は開きますフルショットをした時も インパクトのの瞬間といううは、ヘッドが前に出ようとするもののを絞絞っています。この絞るというのは今のこの感触を感じるということなので当たる瞬間にヘッドが前に出るのではなくて逆に絞るそしてカードの回転で打つ小さなエネルギーで球を飛ばすためにとても大切な右の手首の角度が変化しないままインパクトする。 これを身につけるためにこのドリルというのはとても有効になります実際アプローチはこのままこう打ちますでショットはこうこの形のまま打ちますが実際はこのまま跳ね上がりますこれがショットアプローチは下のままでこれはパターでも同じでパッティングも引いて ここで手首をそんな使うわけじゃないですがここにかかったこの重さを変えないままスロークしていますこれがパターの右手の形です右の手首の角度変わってないですがこれは握って固めたんではなく引いてこのヘッドの重さに逆らって2点で支えているこの感触のまま振っているパターンもこう引いて打った後ここでヘッドが出ようとするものを ここのの箇所でテコの原理を使っててう引いている片手でやった時はこう手のひらがグリップに触ってこの2箇所と説明していますが実際は左の親指のこの付け根ここに右の手のひらが当たりグリップとこの親指の腹この2箇所でテこ,この原理を発生させています。 まあこういうい感触、これは人差し指でも中指2本でも3本でも小指ではないですね小指とここ近すぎて力が弱いんでまあこれタイプによりますがこういう感じでもいいですしこういう感じでも3本でもいいですしここはどちらかというとこの人差し指がメインでやってますがそれは人それぞれだと思います。ここれがが今下にににかかろううととすするる力力力打った後も、遠心力で前に行こうとする力に対して、 ロックする。これ肩が止まると、ヘッドが前に出せません。この形のまま右の肩が前に出ていく。グリップも前に出ていく。これが。球を飛ばすコツ。になっています。ここで感触があるまま、回転で打つ、打った後も。この感触をリリースしない。 するとこの小さな振り幅で厚く当たって球がしっかり飛んでいきます右肩右腰すべてがしっかり動くグリップの位置も停止した瞬間にヘッドが前に出てしまうので一緒に行く間違いやすいのは打った後はこうなるからといって逆にグリップエンドをしてるわけじゃないですこれはこれで最初にかかった重さが消えているのであくまで こ,この重さがあるままこういう前に行こうとするものにこう逆らう感じで自分の体の回転スピードに同調させて打つしっかりこの感触のままハーフスイングでインパクトの瞬間にフェースが無駄に動かないですし ヘッドが前に出ないからこそシャフトのしなりが活かせてロフトが立って当たる。もちろんヘッドスピードが速い方が飛ぶのですが、ヘッドスピードが速いことが全てではなく、球がしっかり飛ばせるこの手首の使い方、体の使い方を知った上で、その動きでヘッドスピードを上げないことには、いくら速く振っても飛ぶようになるわけではないです。ヘッドスピードが42とか43ぐらいの女子プロが、 飛飛距離がが 260W とか飛んでいいく子がいます。これはいかにヘッドスピードがそのまま飛距離になっているわけではないか本当に飛ばす人というのはこういった小さな動きこういう感覚をしっかり身につけているその状態でいかにヘッドスピードを上げるかというトレーニングをすると飛距離もしっかり出てきてそして安定してきます。一度このの動き、きご自宅でもできるのでもるる感触があるまま 最後までこの時点でもこの感触が残っているように素振りをしてそして球を打ってみてくださいアプローチも片手打ちでうまくいきますし両手でやった時もアプローチがトップダフリすることなくハンドファーストできれいに当ててくると思います。お試しくださいそれでは